トトワンドリーム TV 目指せ2億長者、ナビゲーターの石上陽子です。先週は早くも J2 で FC 東京の優勝が決まりました。J1 の方でももういよいよクライマックスといった感じです。現在のところ柏、名古屋、ガンバ大阪あたりの優勝が期待できそうなところです。11月も下旬なので、年内のリーグ戦もあとわずかです。トトも残すところ天皇杯を含めて、少しの試合となりました。そんな中今回も出てます。キャリーオーバーおよそ6500万円です。最近冷え込みがちょっと厳しくなってきたので、ここはトトを大きく当てて懐を温かくして、年末を過ごしたいところです。それでは第545回の予想に参りましょう。まずは川崎フロンターレ対横浜 F マリノスの試合から紹介していきましょう。前節川崎はアウェイで得意の広島に3対2鮮やかな逆転勝ちを収めました。ただし横浜マリノスとのリーグ戦は現在3連敗中と少し苦手意識があるようです。対する横浜マリノスは前節ホームで名古屋と対戦、粘りを見せましたが1対2で敗れています。しかも直近のリーグ戦5試合は1勝1分け3敗と少し安定感を欠いているようです。続いては福岡対浦和の一戦です。ホームの福岡は前節アウェイで山形を相手に大量5得点を奪って圧勝しています。順位を17位に上げるなど最後の意地を見せています。ただし浦和戦は現在5連敗中、今回も厳しい戦いを強いられるかもしれません。対する浦和は現在15位、 J1 残留に向けて負けられない状況です。前節は激しい雨の中仙台と対戦、結果はスコアレスドローに終わっています。続いては甲府対新潟のポイントです。甲府は前節アウェイで磐田と対戦、1対2で敗れて3連敗と調子が良くありません。しかも今節はハーフナー選手が出場停止、攻撃面で大きな痛手となりそうです。対する新潟は前節ガンバ大阪を相手に2点をリードするなど主導権を握りました。結果は2対2の引き分けでしたが、 J1 残留を決めたことで雰囲気は良さそうです。さらに甲府とのリーグ戦通算成績は16勝4分け5敗と得意にしています。さて残りの4試合で注目したいのは徳島対鳥栖の J2 2位対決です。ホームの徳島は前節湘南を相手に徳重選手の2得点で鮮やかな逆転勝利、リーグ戦では直近4試合は3勝1敗と J1 昇格に向けてチーム状態は良さそうです。対する鳥栖は前節北九州に2対3で競り負け、17試合ぶりの敗戦を喫しています。ただし豊田選手は好調で直近の5試合で7得点をマークしています。攻撃陣を牽引していると言えるでしょう。続いては今週も J 日和です。今回は日本サッカー協会から第91回天皇杯の情報をお伝えいたします。このほど4回戦以降の対戦カード、試合会場などが発表されました。12月17日土曜日に行われる4回戦は J1 チーム対 J2 チームの試合を中心に、 JFL の松本山雅が横浜 F マリノスと対戦するなど、プロ対アマチュアの試合にも注目です。その天皇杯4回戦はミニトトやトトゴール3が開催される予定ですので、トトユーザーの方はぜひトト1の予想情報を参考に高額当選を狙ってみてください。なお今後のトトの開催情報などについては、トトオフィシャルサイト、第91回天皇杯の試合会場チケット情報などは日本サッカー協会の公式サイトにてご確認ください。以上今週も J 日和でした。続いてはチャレンジトトワングランプリのコーナーです。今回の私の予想はこんな感じになっています。今回ですね、私は、J2 の優勝が決まった FC 東京対千葉の試合をちょっと注目してみました。今の順位を見てももちろん FC 東京に支持が集まるのは確実なところなんですけど、
こう最近のカードの成績を見てみると、直近のリーグ戦の5試合では4勝1分け、千葉はちょっとリードしているんですね。ここは私はちょっと地元千葉の勢いもつけてチャンスがあるのではと思っています。皆さんぜひ参考にしてみてください。以上、チャレンジトトワングランプリでした。陽子の大荒れ注意報。最後はおなじみのこのコーナー、陽子の大荒れ注意報です。今回の大荒れ注意報はガンバ大阪対ベガルダ仙台の試合を選んでみました。この試合はホームのガンバ大阪の勝利に圧倒的に支持が集まっているところなんですが、私は仙台が勝ち点を獲得するのではないかと読んでいます。そう考える理由とは、現在リーグ戦11試合負けなし、安定感抜群ということです。5位の仙台は現在リーグ戦では11試合負けなしと抜群の安定感があるんです。しかもアウェイでは7月17日の鹿島戦以来黒星を喫していないんです。ガンバ大阪ホームでは1勝1分け1敗と互角ですし、今回も粘り強い戦いが見られそうです。そして大荒れ注意報もう一つの理由は、リーグ最少24失点、4連続無失点の守備陣が健在ということです。仙台を支えているのはリーグ最少24失点の守備陣です。リーグ戦では直近5試合で1失点しか許しておらず、守備に不安はありません。しかもここ4試合はいずれも無失点でしのいでいるので、あとは赤嶺選手ら攻撃陣が奮起すれば勝ち点獲得も期待していいでしょう。というわけでこの試合はぜひ0や2をマークしてくださいね。以上、陽子の大荒れ注意報でした。第545回のトト販売締め切りは11月26日の土曜日です。なお第545回のトトではおよそ6500万円のキャリーオーバーが発生しており、2億長者の大チャンスです。ここはトトワンの予想を参考にしてぜひチャレンジしてみてください。第545回の詳細データなどに関してはウェブやモバイルでご確認ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。